51.04。すげえ。はい、こんにちは、カズ MC です、今回はグロムの燃費のお話。グロムはというか、そもそもホンダの 125cc 自体がめっちゃ燃費いいってことで、リッター50キロぐらい余裕で行くって話はよく聞くんですけど、実際のところどうなんでしょうか。僕のグロム納車してから丸々1年乗りましたんで、今日はこれまで給油のたびに取りためてきたデータをもとに実際の燃費を見ていきたいと思います。僕のグロムは2015年式の JC61 型。基本的にドノーマルで、ウィズミーさんで納車の時にタイヤだけ IRC の GP22 っていうブロックタイヤに変えてもらってます。去年2023年8月の納車から今年2024年9月現在までですね。毎回給油のたびにその給油量と走行距離のデータを取ってきました。このデータを使って満タン給油時の給油量で走行距離を割る、いわゆる満タン法で計算してみました。その結果がこちら。多少ばらつきありますけど、だいたいリッター50キロは超えてるんですね。なぜかだんだん燃費が良くなってるっていうのも面白い傾向です。グロムとのシンクロ率が高まってきてるってことでしょうか。それではこの平均値を出してみましょう。はい、ドン。リッター 52.7 キロ。わお、本当にリッター50キロいくんですね。めっちゃ燃費いいです。参考までに JC61 グロムの公表燃費も調べてみました。公表値はリッター 63.2 キロ。リッター50キロどころか60キロもいくんですね。でもよく見たら実際一度60キロ叩き出してるんですよね。この期間ずっとブロックタイヤで走っててこの実燃費だったんで、普通のロードタイヤにしたらまだまだ良くなりそうですよね。あとこの間洗車した時にチェーンもだいぶ傷んでたんで、これ新品に変えてもまた燃費伸びそうな気がしますね。あと参考までにグロムの歴代モデルの公表燃費も調べてみました。僕が乗ってる JC61 の次のモデル、ミッションが5速になった JC75 ですね。こちらが 62.7 キロ。そして現行モデル JC92 が 63.5 キロってことで、一旦前のモデルで若干落ちたんですけど、また改善したって感じですかね。まあこれくらいは誤差の範囲かもしれませんけどね。はい、というわけで今回はホンダグロムの燃費のお話でした。まあ実際ね、もう実燃費で 52.7 キロってことで、もうそれでも十分いいんですけど、まあ公表燃費が 63.2 キロってことなんで、まあできればこれに近づけていきたいですよね。まあもしこれを超えれたら激アツです。まあそんな時はね、どんな改善をして燃費が良くなったとか、あの運転方法とか、なんか気がついたことあれば、また今後動画にしていきたいと思います。もしなんかご質問とかリクエストとかあれば、お気軽にコメントどうぞ。あとシンプルに動画の感想なんかも大歓迎です。この動画が参考になったらグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回。